やるでしょ、そういうの多分あると思うよ。やるでしょ多分あるでしょ、そういうの。着火剤って多分火が燃えやすいような素材が多分なんかこう、なんつうの、混ざってて、そういうのって多分そういう火で肉を焼いたら、食材焼いたら多分やばそうじゃない。なんで大丈夫って言い切れんだよ、マジでよ。なんで大丈夫って言い切れんの。俺が食うからね、君たちが食わないから言ってるだけでしょ、大丈夫って。なんか悪そうやん、なんとなくだけど。あ、でもすごい、めっちゃ火がね、もう通ってる、炭に。じゃあそろそろ、じゃあ食材を出していこうか。食材、先週のどれに、先週のワンツースリー、先週のいろは奏でよと。よし、食材バーン、食材。いくよ、食材いっぱい買ってきました。まあ、これはもう軍手なくてもいいのかな。まあ一個一個食材紹介していきたいけど、焼くときに紹介するわ。一回全部こうバッてやるとめんどくさいから紹介するの。本当はそれがいいのかもしれないけど、一回何買ってきたって紹介した方が良さげだけど、ちょっとめんどくさいから食べるときに一回一回紹介していく。まあとりあえずウーロン茶、ウーロン茶飲みます。ちょっと喉乾いたんで。うまいうまい。ああ、ふう、さあ、じゃあ行くぜ。大好き青春のドレミ、青春のワンツースリー、青春のいろは。あれ、あ、よかった、びっくりした、箸忘れたわと思ったわ。じゃあもう焼いていこっか。じゃあちょっと焼いちゃおっかね、もうね。バーン、和牛、しかもなんとこの量で820円奮発しました。反発しました、イエーイ。820円、高くない、この量だよ、和牛ね。820円だよこれ。だって用意するのに1万2000円ぐらいかかったからね、これ。この道具と食材だけで1万2000円ぐらいかかった。高い。うよいしょ、こんな感じかな。よし、じゃあ焼きましょうちょっと奮発しちゃったよ、マジで。ああ、ここ斜めるか、こうやって。こんな感じなんでいいか。よいしょ、もうちょい上映してもいいのかな。こんなもんかな。大好き青春のドレミ、青春。これ見える？網までみんな見える？大丈夫？網見えてる？大丈夫？見えてる？オッケー。大好き青春。火がてか仰がないと。皿で仰ぎましょう。青春、なんか2つ買ってるな、これ。多分重なってたからか、1個買ったと思ったら2つ買ってんだけど、これマジかよなんか2つ買ってた。え、これもしかしてさ、あれかな、買った時これ1個分の計算になってない、これ。
なんか俺普通にこれ1個かと思ったらあれって思ってなんか重なってた。もしかしてこれお会計もこれ1個分とかなってたりして、わかんないけどどうなんだろう、気づかなかったレシート見ろ、後で見ろ、後で。今はとりあえずこれ焼くわ。よいしょ、これで仰ぎましょうか。うわ危ない。大好き青春のドレミ、青春のワンツースリー。ちょっとまだ網取ろっか。炭用の箸にするか、これ。これを逆にすればいいのかな。おかしいな、こんなんで焼けんのか、これ。あっつ、これ縦にすればいいのかな、どうすればいいんだろう、わかんない。え、こんなんで焼ける、これ。あんまり火がなんかこう、あっつ、火がなんかあんまこう出てる感じしないんだけど、これ。え、こんなんで焼けんのか、これ。え、これでいいの？わかんないんだけど。これでいいのかな？こういう穴が開いてる系のやつなんだけど、これいいの？これで。これでいいの？なんか違う気がする。なんかこの穴開いてない普通のやつが持ってくれば、買ってくればよかったね。なんか違う気がする。これ焼けるかな、ちょっと焼いてみるか、とりあえず。なんか火が超弱い気がするんだけど、とりあえず焼いてみましょう。大好き青春のドレミ、青春のワンツースリー。よいしょ、焼いてみよっか。うん、火がなんかめっちゃ弱いんですけど火が、え、これってさ、ちゃんと焼肉とか焼ける用のなんのかな。火がすっごい弱いんだけど、この炭っていけるの、これ。あ、でもお庭バーベキューにもって書いてあるな。これ縦にするのか、横じゃなくて縦にするのか、これ。この炭を縦にするのか。そうしないと空気的なことを考えてるの。それ臭いな。縦にするのかな、これ。
てか。